高性床の性能はそのままに、空調機の空気を床の中に送る驚きの発想、体育館やアリーナに快適な空間を実現する、ゆかりら YGS タイプデビュー。ゆかりらとは、副車とは。ゆかりらは空調機の冷温風を直接室内に吹き出すのではなく、床下空間に送り、床材に効率よく熱を移し、床部分を冷やしたり温めたりした上で寒流口から室内に戻します。副車の効果を活用した新たな空調システムです。副車とは3種の熱の移動方法の中の一つで、遠赤外線によるものです。間に物質がなくても伝わる特徴があり、例えば日だまりにいると暖かく感じたり、夏にトンネルに入ると涼しく感じたりするのは副車の効果です。ゆかりな YGS タイプの仕組み。体育館やアリーナに快適な空間を実現するゆかりな YGS タイプの仕組みをご紹介します。まず空調機からの空気を床下の流路を経由して寝田坑内に通します。そして冷暖房された空気が寝田に設けられた噴流口から床下地の裏面に吹きつけられることで、床材に温度が伝わります。吹きつけられた空気は最終的に寒流口から室内に戻され、床からの副車と合わせて空間を冷暖房するという仕組みです。 YGS タイプの流体解析シミュレーション結果はご覧の通りです。寝田坑全体から空気が吹き出しているのがお分かりいただけます。また噴流口から床裏面を撫でるように空気が吹き出しています。 YGS タイプは冷凍機やボイラー、GHP など様々な熱源に対応しています。ゆかりな YGS タイプの特徴1、体育館を想定した風速分布シミュレーション結果がこちらです。ご覧のように従来の対流式空調に比べ、ゆかりらは競技エリアの気流にほとんど影響しません。ゆかりら YGS タイプは寒流口から吹き出す気流は穏やかで、かつすぐに拡散されるため、競技エリアでの風速は秒速 0.1 メートル以下となります。バドミントンや卓球など風の影響を強く受けるスポーツにも最適です。ゆかりら YGS タイプの特徴2、体育館全体を対流式で空調する方式と異なり、ゆかりらは床からの副車も併用した方式により、利用者の活動エリアを中心に効率的な冷暖房を行います。ゆかりら YGS タイプの特徴3、ゆかりらは床面から均一に冷暖房を行うため、場所によるムラが少なく、避難所として運用された際に設置される仕切りの影響も少なく、避難された方々にも快適な環境が提供できます。ゆかりら YGS タイプの特徴4、ゆかりら YGS タイプは JIS-A6519 に準拠した試験を実施し、強度などの基準をクリアしています。体育館だけでなく剣道場などにもお使いいただけます。ゆかりらは戸建て住宅から大型施設まで幅広くご利用いただけます。 YGS タイプ以外にも、耐荷重性能の高いコンクリート埋設タイプや、住宅や養護、高齢者施設に多くご採用いただいているパネルタイプなどをご用意しております。